これマジでうめえわ。洋菓子はあれだと思ってたけど悪くねえな。小豆ってば本当に食べ方が汚いわね。誰も取らないんだからもう少し上品に食べなさいよ。せっかくの美味しい紅茶がまずくなるでしょうが。ショコラちゃん、バニラちゃんとお揃いの制服だ。可愛いな、嬉しいな。なっちゃんも一緒だね。その私みたいな猫にこういうのは似合わないんじゃないかと。こういうのは小さくて可愛い猫じゃないと。そんなことないですよ。素材が良ければ全て良しですから。ココナちゃんは私の自慢の猫なんですから。堂々となさい、堂々と。そうだよ、なっちゃんは背が高くてかっこいい猫だよ。僕はそれが嫌なのに、もっと可愛くなりたかったね。おかわりいっぱいあるよ。ショコラとご主人様の初めての共同作業でいっぱい作ったから、食べて食べて。紅茶もいっぱい種類ある。覚えられないくらいいっぱいあるから一覧表作った。その番号で注文お願い。おはようございます、兄様。私は今回の一件でいろいろと考えたのです。今回の一件で、兄様に無理をするなというのが無理なことがよくわかりました。ですが、私も妹として夜も眠れぬほど心配をさせられたのもまた事実。ならば人員を増やして兄様の負担を減らすのが一番の得策としぐれは考えたのです。ご心配は無用です。兄様、兄様のためならば私にお給金など不要です。はい、ですので私一人ではなく猫たちが協力してくれるそうですから。カショウ様のため、シグレ様の命とあれば。しょうがないわね。シグレがお小遣いくらいは出してくれるんでしょ。ったく、めんどくせえけど飼い猫のつれえとこだよな。私はカショウさんの美味しいケーキとお茶をいただければ十分です。全員鈴持ちの即戦力です。文句はありませんね。またみんなと一緒、嬉しい。こうでなくちゃ。はあ、まさか兄様と一緒にお菓子を作れる日が来ようとは。しぐれは、しぐれは銀河一幸せな妹にございます。よかったね、しぐれちゃん。でも新しい門出に涙はダメだよ。はい、ハンカチ使って。しぐれ様が嬉しいと僕も嬉しい。よかったですね、よかったですね、しぐれ様。本当に指名ナンバーワンになったらボーナス出んだよな。かー、そしたら毎日ボーナスか。オートロ食い放題じゃねえか。たまんねー。またあずきはバカなことばっかり言って。私がいるのにナンバーワン取れる気でいるなんて。みんなお店を開けますよ。準備はいいですか？おー！